どうも、書道家、中島です。前回の動画を見てくださった方々、どうもありがとうございます。まだ見てない方は、もしよかったら見てみてください。ちょっとまあ、稚拙な作品を書いております。反省しきりです。で、今日はですね、ちょっと小さめの近代史を書いてみたいと思います。ちょっと見てください。パッと。紙はだいたい半節2分の1くらいですね。ちょっと小さいので。で、墨は、僕運動さんの墨寄せ。筆ですね、一級絵さんの筆ですね。これちょっと書いてみたいと思います。じゃあちょっとね、ドキドキしながら、また自分で詩を作ったんで、少し恥ずかしいんですけど、書いてみます。じゃあ、書きます。小さいやつなんで、座って書きます。よっこい、小一。年齢がバレてしまいます。よいしょ。じゃあちょっと軽く持ってもらって、よいしょ。まあこんな感じ。あ、あんまりうまくない。はい、じゃあ二人で持ちましょう。酔ってるの？うん、君ね。熱い夜に二人。などとちょっと書いてました。じゃあ先戻して。ですね。まあ前回ちょっとだけツイッターになんか。あげたらね、なんかちょっとだけね、素敵だとか言う人がいて、まあなんか、なんていうんですかね、まあこうお酒に酔っているわけではなく、隣にいる女性に酔ってるんだよというね、まあその、非常に僕がどんな小説を読んだりとか、どんな本を好んで読んでるのか、ちょっとバレてしまいそうな一文なんですが、まあその、まあツイッター上でもちょっと言ったんですよ、僕のアルコールは君だよ、なんていうね、昔そんな一説のある小説があって、まあ、そんなのをちょっとインスパイアされながらですね、こう暑い夜にですね、まあ普段酒ばっか飲んでるくせに今日は飲まないけどどうしたのって言うと、まあそれでまあ今日はもう酒に酔う必要ないんだよ、君に酔ってるからね、なんていうようなことを言ってしまうような、あのまあろくでもない、あの僕は言いませんけど僕は言いませんけど、後ろで見てるあの生徒たちも言ってる、僕は言いませんけど、あのそんなようなね、あのおしゃれな一文がある小説が昔あって、久々に読んでみたんで、まあちょっとお酒、僕も大好きだし、あの、まあそういうのでちょっとね、こう、まあ、そんな風な詩を書いて、今ちょっと恥ずかしいですけど、まああの、少し作ってみました。作品はちょっとまあフラット書いたんで、節ですけど、どちらかといえばツイッター上に上げたやつの方がうまくできたかもしれません。まあ、あの、そうですね、あの、近代史書くにおいてですね、まあいろんなことあるんですけども、自分で僕は結構動画に上げる場合とか、まあ、ブログやツイッターに上げるとき、結構自分で詩を作ることある。多々あります。というのは、まあ、著作権の問題とか、いろんなことを言われてしまうとちょっと嫌なんで、まあ、自分で勝手気ままに作っています。まあ、本当に勉強した人からするとですね、まあ、気分の悪いこともあるのかもしれませんけど、まあ、その、書道っていうものは、僕はまあよくこのブログでも言いますし、教室でも言うんですけど、気軽に誰でも楽しめるし、それも、自分で詩を作って近代史を書く場合もそうだと僕は思ってます。ですので、
皆さんもあのこう例えば誰かが批判するかもしれないとか誰かが文句を言うかもしれない、それも気にしなきゃいけない面もあるんですけども、まずはね自分が書きたい言葉とか自分が好きな言葉とかっていうのをまあ臆せず書いてみてくださいというので、まあ僕もちょっと自分で詩を作ってました。まあちょっと臭くてなんかね格好悪いという人もいるかもしれないし、なんか恥ずかしいやつだなということもあるかもしれませんけども、まあこんなこともしてみました。はい、そうですね、次回はですね、何書こうかまだ何にも決めてないんですけども、そろそろ動画も10本も超えてきたんで、なんかそうですね、もうちょっと小さいものをいくつかやってみたいなと思う。半節2分の1あたりの作品ないし半紙をちょっとやってみたいと思います。で、まあ夏になり展覧会シーズンなんで僕も展覧会場に行くこともありますが、ぜひね温かく声をかけてくれれば嬉しいですし、まあ、基本的に貧乏衝動感で常に腹ペコです。見かけたら優しくしてあげてください。何卒よろしくお願いします。じゃあ今日はこの辺で、どうも書道家中島でした。ありがとうございました。来週も頑張ります。